ラベンナの初期キリスト教建築群は、イタリアのラベンナにあるユネスコの世界遺産登録物件名。登録は1996年。5世紀初頭から6世紀末に建設された初期、キリスト教の聖堂礼拝堂を対象とする。ラベンナは、西ゴート族による410年のローマ侵略の後、西ローマ帝国、そして東ゴート王国の首都、さらには、 東強盗王国を滅ぼした東ローマ帝国が、総督府を置いて、イタリア統治の拠点にした都市である。ホノリウスが、ミラノから防衛の容易がこの町にやってきた時には、すでに良好、クラシスを要する交易都市として栄えており、751年まで西の首都であり続けた。今日残る聖堂や礼拝堂は、この繁栄の時代に、西ローマ帝国の公埋公母がアンラプラキリア、 東豪邦王国の王、テオドリック、東ローマ帝国、ユスティニアヌス一世時代のラベンナ主教、マクシミアヌスの活動によって建設されたものである。750年までに、この町には60以上の聖堂が建設されていたことが伝えられる。しかし、8世紀末になるとラベンナは、政治的重要性を失い急速に衰退した上、 その後も歴史の表舞台に立つことはなく、経済活動も活発ではなかったので建て替えもほとんど行われず、当時の建築、美術が豊富に残った。第一次世界大戦の際には、オーストリア軍の砲撃を受けて、サンタポリナーレヌオボ制度のファサードが破壊され、第二次世界大戦最中の1944年には空爆を受けるなど危機的状況にもあったが、 戦略上の重要性を持たなかったため、壊滅的な被害を受けることはなかった。このため、一世紀当時そのままの姿を現代に伝える、同じくイタリアの都市ポンペイにラベンナを関連づけ、初期中世のポンペイと呼ぶこともある。五世紀から六世紀までの都市の全体像は、発掘があまり行われていないこともあって、明確にはつかめていない。ただし、 世界遺産に登録された聖堂のほか、サンジョバンニ・エヴァンジェリスタ聖堂やサンタクローチェ聖堂、ラベンナ市教ウ,ウルススによって建設された大聖堂バシリカウルシアーナなどの宗教建築がいくつか再建されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。